今回第2回祭りを計画したところ、長野市をはじめたくさんの皆様からご支援ご協力をいただき、ここに開催する運びとなりました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。本日は昨年とほぼ同じ祭り内容ですが、神秘的な大室古墳を見学していただき、体験会や交流広場でのいろいろな遊び、またおもてなしの古墳カレーをカレーなどを最後までごゆっくりと楽しんでいってほしいと思います。ご承知の通り、この古墳群は住み静か、それから合掌形石室と呼ばれる特徴を持った古墳がたくさん存在して、住み静か古墳としては日本最大、日本一の古墳群の数と言われております。これらの特徴的な作りから、平成9年に、国の史跡指定に、指定されました。現在は第2期として、ムジナゴロウを中心とした遺構復元整備ゾーンを整備にしております。長期的な計画のこと、全部やると確か100年ぐらいかかるかと思うんですけれども、そのぐらい貴重なことということで、皆さんにだんだんにその成果が広まっていくんじゃないかと思っています。それでは大釜の火入れ式に入ります。寺尾小学校1年生に協力いただきまして、火入れ式を行います。前科ですけれど、古墳時代当時の火起こしの道具の一つ、舞切り式を使っての火起こしになります。中央をご覧ください。どうぞ皆さん前をお集まりいただいて、もういいかな、ちょっと軽く拭きながら行きますね。ゆうかそこへ開けてもらって拭きながら、拭きなすぎて、出てきてる。はい、おーし。
なんですよ。前で行こう。しずきやさん前向いて。ほら前でもいて前でもいて。おお、すごい。こっち向いて。こっち向いて。こっち向いて。こっちの方向いて。いいよ。はい、顔隠れちゃう、真ん中隠れてる。はい、もうみんな向こう向いて写真で。天賀式やってどうでしたか？楽しかったですか？見学の先の地図ありますので、お持ちない方は一部ずつどうぞお越しください。エントランスどうぞ。古墳群のパンフレットがございます。でそちらの中に地図が、ね、入ってますので、そういったものを見ながら自分が今どこら辺歩いてるかなというのを見ながら行っていただきたいかなというふうに思います。マガタマ火口と、はい、それから火起こしっていうことなんですが、はい、マガタマは昨年に比べてあの2種類の色があるんですがね、はい、それをやる予定でいます、はい、注目してください。けん玉のみんなとっても上手な綿飴がとても人気で、そうなんですね、長蛇の列なんですけど、ああいう楽しみもいいですね。そうですね、はい、それからあの先ほど今日今年は1年生が最近はやってない火起こしから起こされた火をリレーして、で今日お昼に振る舞われるカレーの大きな浜戸にね点火をされてましたけれども、あれも去年は確かなかったですよね。いや昨年もやりました、そうでしたか。昨年は一組 の、 あの親子、やはりあの1年生と3年生ですか、その子供たちにやっていただいていたんですが、それがだいぶあの人気がありましたんで、今年はもうまあ子供たちの思い出のために1年生全員をやろうと、今年あのこれから の、 あの例にしていきたいと思ってます。はい、もう一度はい、もう一回注目、トライ成功。手でやったらこっち、反対を上げれば、さあ、本当の卵でしょう。はい、待っていたのに卵に入れて、重くなるけど頑張って。もうちょっと。頑張れ。と頑張って。頑張れ。かな。大きく早く。怖い。怖い。ついた。ついた。天井の上に立って。はい、つきましたね。よかったね、ついて。お父さん頑張ったね。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今マガタマ作りの体験ですね。はい、はい、どうですか、うまくできそうでしょうか。できそうですので、多分できそうです。できそうですか。はい、今小学校、はい、5年生。みんな5年生、はい、4人みんな5年生。あ、本当に、はい、分かった。ここにちょ、ごめんね、絵が描いてありますね。じゃあこの線に
になるまでこう擦るわけです、はい、で、ああ、そうなんだ。できたらなんか棒みたいで傷、うん、今の強調進むんだ。ヤスリとかで、ヤスリとか、あ、じゃあね、あの綺麗なのできるように祈ってますから、はい、はい、頑張ってやってください。はい、上上げて見せていただいていいですか。はい、ああ本当にもうしっかり綺麗に形になってますね。どのぐらい、何分ぐらいかかりました。5分ぐらい。5分ぐらいですか、はい、今年初めてこれ作ってみました。はい、あ、そうですか、はい、大成功ですね。はい、これで今どんせやりますか。はい、いよいよ特艦落としますんで気をつけてください。じゃあ行きますよ。わー、特艦が出来上がりました。聞いて飛んできた。そうですね、音聞こえた。聞こえた、うん、すごい聞こえた、いい音だった、すごいいい音だった。この味付けはどういう味なんですか。砂糖です。砂糖、はい、じゃあ甘いくなるわけですね。はい、ありがとうございます。こっちこっち、うん、こっちおいで。はい、どうぞ。こちらでは JA グリーン長野の寺尾市長の皆さんが綿あめと特艦の振る舞いをしています。寺尾の支所長さんが一生懸命綿あめを作っておられますが、もうじきできそうですね。はい、じゃあどうぞ次のお客様どうぞ。はい、作ったんですが、もうすでに、はい、一釜、はい、そろそろ、もう一釜残っております、はい、あ、そうなんですね、はい、はい、なんかとっても美味しそうにできてますね。はい、召し上がっててください。はい、ありがとうございます。こちらでは配膳をしておられますね。あ、じゃがいも、これがまが玉ですか。まが玉ですね。じゃがいもがまが玉で、はい、あらかじめ準備をしていただいてあったところにカレーがかけられるわけですね。はい、はい、はい、どうですか、このところでのご覧。楽しくできるのでいいです。じゃあ、なんか一段落ついてたらさ、みんな、あ、みんなのほら歴史、こういう、うん、あの古墳の歴史も知れるし楽しいのでいいです。はい、ご苦労様です。いいね、美味しいです。はい、なんかね、古墳カレーって言って特別になカレーだそうですけど、何が特別か分かります。あのね、じゃがいもがまが玉とにあのということでやってるんだそうです。じゃがいも、じゃがいも美味しかったですか。はい、美味しかったです。はい、あの去年も見えましたか。はい、来ました。そうですか、そうですか、美味しい、美味しいです。あのね、大きなじゃがいもが入ってたと思うんだけど、食べてみて、どうでしたか、美味しかったですか。美味しかったあ、本当だ、大きいね。なんかね、それがね、まが玉なんだ。の体験コーナーもだいぶ皆さん上手にうまくいってるようです。もうまが玉は仕上がった皆さんもいるようです。なんかお子さんの年齢に応じて、輪投げの投げる距離が長くよりなるようですね。さあ頑張って入れてみましょう。15点。あ、点数があって、やっぱり、1から9点まであるんですね。難しかったでも7点も取るね、すごいです ね、 ね、すごかったね。
わー、今2つ繋がってたね。何本でもやってる。わー、どうしよう。やりたいろんな形のシャボン玉もできています。あ、できました。わー、すごいすごい、落ち着いた。それからこれ直刀と申しまして刀ですね。刀っていうと日本人はもう日本刀がもうねすぐ頭に出てくるので、刀ってこう反ってるもんだって多分日本人はもうすぐに思うんですが、古墳時代の刀って反っておりませんで、まっすぐです。まっすぐの刀なので直刀と言います。でこれはサイズ的に多分腰にこう下げたものだと思いますが、実は日本の刀っていうのは杖なんですね。もっとでかいんです。こういうふうにする、こういう杖にする刀が日本のいわゆる和装立つと言いまして、ですので日本の刀っていうのは実は昔はまっすぐだった。古墳時代に反ってる刀はありませんし、反ってる場合ですね、内側に刃がつきます。日本刀は反ってるのの外側に刃がつきますよね、でなんですが、実は古代は反ってる刀の内側に鎌みたいなもんで、何するかっていうと馬に乗ってる人間を引っ張り下ろすんですね。こうはあの切り下ろすっていうかですね、こう引きずり下ろすための刀なので、反ってる場合は内側に刃がつきます。でこの日本のまっすぐな刀は突き刺すためなんです。鉄属の形式は実は長野県に3つしかない、3例目になります。で1個は大室古墳群から出てます。大室から2個目ということで、非常に珍しい鉄属が、あるというのが、分かりました。でこれね7世紀の後半ぐらいなのでかなり新しい、大室の最後の方の古墳におそらく、復装されていたということが、分かります。で残念ながらやっぱ発掘調査に伴ってないので、なかなかね出てきたものですぐにこの古墳の性格がどうだってのは言えないんですけれども、まあ寺小学校かなりきちんと入れておいていただきましたので、こうやって見ていくとですね、あの大室には我々が掘ってる中で実は長野市こんないいもの持ってないんです。17年ぐらい発掘やってますけれども、こんないいもの出てこないんですね。そういう中で過去に収蔵していただいて、それをきちんと今に伝えてもらうと、今後調査をしてくるした古墳のとの付き合わせでですね、もう少しあの大室の、実態に迫れる資料になるんじゃないかというところで、かなり面白い貴重な資料ということで今回、展示ケース3箱ですけれども展示させて。可